ムスリム同胞団は中東におけるスンナ派のイスラム主義組織。20世紀前半のエジプトで生まれ、長い間、非合法組織として政権に抑圧された歴史を持ち、中東地域に広がるスンナ派の代表的な社会運動、宗教運動組織である。世俗法ではなく、イスラーム法によって統治されるイスラム国家の確立を目標としている。二0 1年以降の最高監督者は、 ムハンマド・バディーウ。エジプト革命の後、自由公正党を決闘し、合法的選挙によって政権を掌握したが、2013年、エジプトクーデターにより、権力を失い、2019年時点で、ムスリム同胞団は、バーレーン、エジプト、ロシア、シリア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の各政府からテロ組織としての認定を受けている。 長年、同胞団は共通の敵を持ち、イデオロギー上でも近いサウジアラビアの支援を、かつては受けていた。今日、同胞団を支援している主要な国としては、トルコ、カタールがある。ここでは、基本的に、エジプトのムスリム同胞団について記述し、その他の国の同胞団では、各説で解説する。ムスリム同胞団は1928年に、 西洋からの独立とイスラム文化の復興を掲げて、ハサン・アルバンナによってエジプトで結成された。1940年代後半には、同国最大のイスラム主義運動に成長し、この頃より、ヨルダン・パレスティナなど、周辺諸地域への進出が始まり、現在では、アラブ諸国を中心に広く、イスラム圏に広がり、各地に支部や関係組織を展開している。 同法団最大の特徴は、大衆を相手に様々な社会活動を展開した点にあり、モスクの建設や運営などの宗教的な活動のみならず、病院経営や貧困家庭の支援など、草の根的な社会事前活動を幅広く実践したことである。ムスリム同法団は、1952年の王政打倒に参加したが、後に、 エジプト共和国アラブ連合共和国の大統領となったのはセルの暗殺を図ったと訴えられたため弾圧された。暗殺を図ったとされている犯人は地元の人によると数日前から警察に拘束されており暗殺を企てるのは不可能だと考えられる。1970年からのサーダート政権下で組織再編が進められ弾圧されながらも過激主義を廃止。 議会を通じた政治活動など恩恵派のイスラム主義運動となった。同胞団は大衆を対象に様々な社会活動を展開したことで成長を遂げた組織であり、宗教的な活動はもとより、医療、教育、相互扶助などの社会奉仕活動も行っており、これらの貧困層救済活動などを通じ、農村部での支持が強い一方、 全国での支持率は20%程度にとどまっている。2011年エジプト革命でも急進的な主張や行動は行っていない。なおパレスティナでイスラエルへの抵抗運動を続けているハマースの母体も同砲団である。2010年末から2011年にかけて起こったアラブ世界における民主化運動により同地域では権威主義体制が崩壊し、 あるいは政治的自由化の進展が見られるようになったが、それ以前の中東諸国においては、政治における民主化を要求する同胞団は、非民主的な政治運営を進めてきた政権側にとって好ましい存在ではなく、それゆえ各国の政権は、団員の逮捕、資産凍結などの抑圧的な姿勢をとってきた。そのため、研究者が同胞団に関する調査を進めることには、 困難さが伴い、イスラム社会で果たしてきた同胞団の重要性に対し、その研究蓄積は必ずしも豊富なものとは言えない状況にある。1920年代のエジプトは、イギリスの非保護国として事実上の植民地となったムハンマド・アリー朝の統治下にあり、旧体依然たるイスラム文化を否定し、イギリスからの独立を目指す世俗的な民族主義が台頭していた。 イスラームに依拠した社会改革や国家建設を理想としているイスラーム主義者たちから見ればこうした現実は好ましいものではない。そのため彼らは世俗主義体制や西洋的近代化へと大きく傾斜した社会を変革しようと政治への働きかけを始めた。ムスリム同胞団の創設者ハサン・アル・バンナ・エジプトの小学校教師ハサン・アル・バンナは 西洋式の教育機関、市販学校の出身者であった。彼は西洋列強に対抗できない伝統的なウラマーたちに対して疑念を持ち、ジャマールティーン、アフガニー、ムハンマド・アブドゥフ、ラシード・リダーの系譜に連なるイスラーム改革思想によって挑戦することを決めた。バンナーはイスラム法の解釈を再活性化することによって西洋近代の思想、 科学との共存を実現し、新たな時代に応じた政治や社会を築くことができると考えた。これは、王家主義者と伝統牧主派の中間に位置し、直ちに国家権力の奪取を目指さない、中央を歩む穏健な運動であったとされる。1928年、ハサン・アル・バンナは、イスマイリアにおいて、西洋からの独立とイスラム文化の復興を掲げる。 イスラームのために奉仕するムスリムの同胞たちを結成した。当初はスエズ運河地帯を中心に活動し、事前活動、信仰のための小さな集まりに過ぎなかったが、バンナーの人柄も手伝って急速に勢力を広げた。1932年に本部をカイロに移してからは全国に活動範囲を広げた。当時のエジプトは近代化の中で新しい社会階層。 政治勢力、大衆が生まれ、同胞団は大衆に立脚した、共戦活動を展開したことで急速な発展を遂げた。包括的スラーム復興を目指し、活動分野も教育活動、学生運動、政治活動、企業経営、労働問題対策、女性組織化、医療活動、ボーイスカウトスポーツクラブと岐にわたっていた。1 9四十年代末には、 人口2000万人のエジプトで、支部2000、団員50万人、支持者50万人を要するエジプト最大の政治、宗教組織となった。1940年代末、ムハンマド・アリー朝の体制が揺らぎ、同胞団も政治活動を活発化させた。英国からの独立後も西洋的近代化を行っていた王朝にとって、イスラーム主義を掲げる同胞団は、 国のあり方を大きく変えてしまいかねない潜在的な脅威と映った。1948年、ファールーク一世の政府は同胞団を非合法化した。同胞団は報復として、首相ムハンマドアルヌクラシパ社を暗殺し、体制との対決姿勢を鮮明にした。こうした行動は1949年に、王党派の秘密警察によるバンナーの暗殺を招いた。これ以降、 同胞団は反体制派として政権に対抗し続けることになる。バンナーの死後、同胞団内部では、後継者や反軍事組織、秘密機関をめぐり対立が続いた。1952年のクーデターの際、ガマール・アブドゥルナーセル、ムハンマド・ナギーブ、アン・ワル・ア、イコール・サーラが所属する自由商工団に協力し、王政廃止が実現された。 約2300年ぶりにエジプト人が統治する国家としてのエジプト共和国が成立したのである。初代エジプト大統領にはナギーブが就任した。このエジプト革命では同胞団が下から革命を用意し、自由商工団が上から奪取したとされる。革命初期に激しい権力闘争が行われるが、同胞団の第二大最高指導者、 ハサン・フダイ・ビーラ執行部には指導力が欠如しており、内部分裂を収束できなかった。自由症候団は、政党の統制を目的として、政党再編法を交付した。同法団は政党でないと表明した後で、政党登録し、さらにその後で、政党登録を取り消して、宗教団体として認可された。そのため1953年の全政党解散に巻き込まれずに済んだが、 方針がぶれた背景には内部対立があったとされる。同胞団の理論家、サイドク独特ブ新生エジプト共和国の実験を握るナーセルは、ナギーブ大統領にとって邪魔な存在であり、同胞団にとってもンアラブ主義、社会主義を思行するナーセルは危険な存在であった。1954年に同胞団がナーセル暗殺を図り失敗すると、ナーセルは、 同胞団と共謀して暗殺を図ったとして、ナギーブを逮捕して失脚させ、自ら第二回大,大統領に就任した。ナーセルは同胞団を非合法化し、指導者を東国の末に拷問、処刑するなど徹底的な弾圧を加えた。1950年代から1960年代にはアラブ社会主義が流星し、同胞団の掲げるイスラム復興は魅力を失っていった。 迫害の中で活動は停滞し、同胞団は消滅したとも考えられた。同胞団のイデオローグであったサイード・クトブは創設者のバンナーと同年の生まれで、バンナーと並ぶ重要人物である。クトゥブはバンナー亡き後の1950年代から60年代からのナーセル政権との対立の時代に活躍した理論家であり、 ナーセルによって投獄されるという過酷な環境の中で思想を先鋭化させ、イスラム社会の西洋化と世俗化を進めるナーセルのような指導者が統治し、腐敗と圧政が蔓延する現世は、イスラム教成率以前のジャーヒリアと同じであり、武力を用いてでもジハードにより、真のイスラム国家の建設を目指すべきだとするクットブ主義を唱え、これを同票に書き表した。 1964年、クトゥブがイラク首相、アブドゥ・ッサラーム・アーリフの朝廷により釈放されると、同票を、出版、社会に不満を覚えていた、アラブの若者たちから圧倒的な支持を受けた。これを危険視したナーセルはクトゥブを先導罪で、再び逮捕し、1966年に、思想裁判で処刑する。クトゥブの死後、彼とその思想は神聖視され、ジハード団など、 その後のイスラム過激派の思想の原点となった。1967年の第3次中東戦争でエジプトはイスラエルに惨敗し、市内半島を奪われる。ナーセルの権威は失墜し、アラブ民族主義は求心力を失った。ナーセル政権下の同胞団内部では、クトゥブ主義が広がりかけたが、1970年にな、セルが死去する。 第3代大,大統領に就任したサーダートは、イスラム復興運動を容認し、多くの同胞団員たちを解放した。サーダートは、権力基盤を強めるために、同胞団を懐従し、同胞団は、サーダートの正当性を受け入れ、非合法にもかかわらず公然と活動するようになる。1970年代には、イスラーム復興主義が交流し、同胞団は再び求心力を得た。 第三代最高指導者、ウマル・ティリム・サーニーは、組織を再建し、同胞団は、社会奉仕活動を再開した。クトブ主義者は、同胞団から排除され、追放された元同胞団員は、ジハード団、イスラム集団など多くの分派を作った。これ以降、同胞団は、大衆運動による、イスラム国家の実現を目指し、1976年には、帰還し、談話が復管され、 大衆からの支持も拡大した。サーダーとは1978年のキャンプデイビッド合意によってエジプトイスラエル平和条約を結び、同胞団とサーダーと政権の関係が悪化する。1981年にサーダーとは反体制派勢力を大量逮捕し、同胞団員も多数逮捕されたが、同胞団の合法活動路線は堅持された。同年、ジハード団によって、 サーダートが暗殺され、副大統領だったムバーラクが大統領に就任する。ムバーラク政権下でも同胞団は合法的、段階的、恩恵的な路線を継続した。ムバーラク政権は合法的支配に頼る面が大きく、権力基盤を強化するために、様々な政治勢力との政策協議、国民対話を開催した。しかし、同胞団は警戒され、 国民対話の家屋の外に置かれた。1980年代以降、同胞団は人民議会の選挙に参加している。1984年に人民議会選挙に非合法組織ながら無所属という形で候補者を擁立した同胞団は神話不都党と連合を組んで8議席を獲得した。1987年にはイスラーム協約として社会主義労働党、 自由党と連合して36議席を獲得し、実質的な野党第一党となった。1984年に内海主職のお組合で25議席中7議席を得てから各主職のお組合で勢力を急拡大した。1990年代の同胞団は、イスラムの理想と現実との落差に悩まされ、国家や信仰イスラム勢力からの攻撃にさらされた。 湾岸危機が生じると、ムバーラクは統制下にあるイスラム勢力にエジプトの外交政策を支持する声明を出させた。一方の同胞団は湾岸危機への対応をめぐって分裂し、国際的にも孤立した。湾岸戦争が終わると、スーダンの支援を受けたとされるイスラム集団やジハード団によるリベラル派、コプトへの襲撃が相次ぐ。ムバーラクはこの事態を受けて、 同胞団の主張を逆手に取り、エジプトを宗教国家であると宣言して、モスクの国有化に乗り出す。国の管理が強化されたモスクでは急進派や同胞団が排除された。また、選挙のたびに同胞団に対する締め付けが行われ、同胞団系の無所属議員は選挙のたびに人数を交代させ、与党、国民民主党の議席が増加した。しかし、 2000年選挙では17議席を獲得し、復調傾向を見せた。第7代最高指導者、ムハンマド・マフリーア・ーキフは就任直後の2004年に改革イニシアティブを発表し、シャリーア思考やイスラームの教えに基づくエジプトの包括的改革を訴え、エジプト国内で大きな反響をもたらした。改革イニシアティブでは、約100項目の改革案のうち、民主化、 政治改革の18項目が最優先とされ、基本的な権利、自由、立憲議会制、適切な法改正、法秩序などを掲げた。2005年9月の大統領選挙では、憲法規定により、候補者を擁立できず、自主投票を呼びかけたが、圧政者や非常事態宣言を批判した。2005年11月から12月の人民議会選挙では、 スローガンに1987年以来となるイスラームこそ解決を掲げた。同胞団の選挙綱領には序文と復興、開発、改革の三部構成でそれぞれ以下を掲げた。ムバーラク政権はアメリカ合衆国の中東民主化要求を受けて同胞団の弾圧をしなかった。この選挙で同胞団系勢力は 民選の444議席中88議席を獲得して大躍進し、与党であった国民民主党は過半数を獲得したものの議席を大きく減らした。同胞団の政策考慮案では、キリスト教徒や女性は大統領や首相になれないとの文言が存在し、問題となった。2010年にはこの表現を削除して、より穏健な公約集を発表した。 2010年11月総選挙では同胞団員らの拘束が相次ぎ、同胞団は選挙をボイコットして全議席を失った。そのため議席は NDP がほぼ独占した。2011年エジプト革命大統領大陣を求め更新するデモ隊。チュニジアで発生したアラブの春はエジプトにも波及し、2011年6月から大勢の人々が ムバーラクの退陣を要求してデモを繰り広げた。元国際原子力機関事務局長エルバラダイも帰国し民主化を支持した。遅れて同胞団もデモ支持を表明。これに対し治安当局は複数の同胞団幹部を拘束した。同胞団の参加はデモの規模拡大をもたらしたとされる。7月11日、副大統領のオマルスレーマーンが国民に ムバーラクの退陣を伝えた。タハリイル広場では人々が歓喜し、道路では自動車のクラクションが鳴らされた。9月に大統領選が自由公平な形で実施される方針となった。革命後、同胞団は自由公正党を決闘し、同年5月18日に決闘届をエジプト政府に提出。当主にはムハンマドムルシー、副当主には コプトのラフィーク・ハビーブと同胞団員のイサーム、エルエリアーンがついた。自由公正党は2011年から2012年にかけて行われた人民議会選挙で躍進した。2012年5月から6月にかけて大統領選挙が行われた。自由公正党は同胞団の元副団長で事実上の最高実力者ハイラトシャーテルが出馬していたが、 景気から6年経たなければ、大統領選に出馬できないとする法律に引っかかり、大統領選挙管理委員会から失格処分を受けた。しかし、同胞団は、シャーテルの失格も想定して二人目の候補者として、ムルシーも擁立していた。第一次投票の結果、ムルシーと旧体制の指示を受けた元首相アフマドシャフィークが、決戦投票に進んだ。決戦投票では、 世俗派、リベラル派、左翼も、反、シャフィークとして、ムルシーに投票し、ムルシーが当選した。大統領となったムルシーは、同砲団を退団し、すべての党務を離れた。ムルシー政権大統領、ムハンマド・ムルシー。左から2番目には後にクーデターを起こす、国防省 CC が座っている、ムルシー大統領下で2012年8月に、発足した。 キシャーム・ムカンディール内閣には、同胞団から、サラーフ・アブドル・マクスードが、自由と公正党から4人が入閣した。ムルシーは発外遊先に、長年同胞団を援助してきたサウジアラビアを選んで、経済支援を取り付け、さらに、中華人民共和国や、イラン・イスラム革命からエジプトと対立してきた、イランも訪問して、従来の新米外交を修正した。2012年11月、 ムルシーは自らの権限を強化する憲法宣言を発表し、旧体制派が牛耳っている司法界を抑え込もうとした。それと同時に新憲法の草案が完成すればこの権限を手放すと発言したため、同法団員らで構成される憲法起草委員会は草案の作成を急いだ。これは世俗派、リベラル派などからは、 ひどい新憲法か独裁政権かの二択と言われ反発を招いた。国民の大きな期待を背負って誕生したムルシー政権だったが経済政策では失敗が続いた。観光業の低迷は続き海外からの投資も減少。国際通貨基金からの融資導入を要請したが条件としてパン、燃料の補助金削減などを突きつけられ同胞団が 支持基盤とする貧困層を直撃するため実行できなかった。失業者が増え治安は悪化した。国政経験や人材が不足する同胞団政権は状況を打開できなかった。批判が強まると、ムルシー政権は批判的な活動家やジャーナリストを相次いで、拘束、政権首脳は国民に危機など存在しないと発言した。こうした対応によって、 生活苦に悩む国民の心は、ムルシー政権から離れていった。ムルシーは軍とも権力闘争を繰り広げた。2012年6月、ムハンマド・フセイン・タンター・ウィーを軍最高評議会議長と国防省から解任するなど、軍の首脳陣を退任させた。タンター・ウィーの後任には、軍情報部門のトップで少々のアブドル・ファッターフ。 アイコール CC を任命した。ムルシーは、軍部には、祖国防衛の任務に専念してもらいたいとの立場を、表し、軍部を牽制した。2013年3月、エジプト社会保険、社会問題省により、同胞団を公式に、NGO として登録した。2013年6月の政権末期には、混乱から、国民の目をそらすため、ナイルガー上流に、 巨大ダムを建設しようとするエチオピアに対して戦争すらちらつかせた。シーシーはムルシーに対しもはやあなたは大統領でないと痛めたがムルシーはお前を解任してやると反発軍と政権との対立は深刻化する。2013年6月30日ムルシー就任1周年の記念日にエジプト全土で反政権デモが発生した。デモ隊は ムルシーの辞任を要求、一部は同胞団本部を襲撃した。世俗派、リベラル派は反同胞団で一致し、反大統領派連合の代表、エルバラダイや尊厳党のハムディーン・サッバーヒーも、ムルシー大臣を支持した。2013年エジプトクーデター大統領の座を追われたムルシーの支持者による、でも2013年7月2日、軍は3日夕方までに、 政治的対立が解消されなければ介入すると警告した。ムルシーは命をかけて正当性を守ると演説して退陣を拒否。大統領府は各政治勢力が参加する暫定内閣の設置を呼びかけた。軍を率いるシーシーは反政府でも拡大による混乱の収拾を図るため事実上のクーデターを観光、カイロの大統領支持派の拠点に装甲車を出して 道路の封鎖を行った。3日の夜、シーシーは国民に向けてテレビ演説を行い、ムルシーが制定した憲法の停止を宣言、ムルシーの権限を剥奪し、最高憲法裁判所長官アドリー・マンスールが暫定大統領に就任したと発表した。さらに憲法改正や大統領選挙を約束して国民に事態収拾の道筋を示した。タハリイル広場には、 反大統領派の人々が集まり、花火を打ち上げて、歓喜の声を上げた。一方、同胞団は、明らかなクーデターであり、選挙に基づく、人々の意思を損なうものだと抗議する声明を、発表した。CC のテレビ演説には、反大統領派連合の代表、エルバラ大、コプト教会教皇タワドロス2世、アルイコールアズハル大学幹部などが同席し、リベラル派、 キリスト教会、スンニ派宗教権威がクーデターを支持していることが示された。同法団らもルシー支持派はデモに繰り出し各地で座り込みを行った。欧米諸国が仲介を行ったが決立し各地で暫定政権とデモ隊との衝突が相次いだ。暫定政権は同法団の最高指導者ムハンマド・バディーウ、副団長シャーテルをはじめ1000人以上を逮捕した。 そのため同胞団は2013年8月20日に副団長シャーテルに近いマフムード・エッザトを暫定的な指導者に選んだ。国営メディアを通じて同胞団イコールテロ組織とのイメージを定着させようとした。その結果、8月末には同胞団の求心力は失われ、大規模デモを呼びかけるも参加者は数千人にとどまった。内部でも暫定政権と対決するのか それとも妥協を模索するのかをめぐり路線対立も生じた。2013年10月、同砲団は NGO 資格を剥奪された。12月25日、前日のマンスーラ警察本部における自動車爆弾を使ったテロの発生を受け、エジプト山帝政権からテロ組織に指定された。ただし、これはアンサーアルバイトアルマクディスが犯行声明を出しており、 同胞団との関連は不明である。2014年4月、エジプトの裁判所は最高指導者バディーユに死刑判決を行った。他にも大勢の同胞団員に死刑、終身刑の判決が下されている。CC はイスラム過激派によるテロと同胞団はつながっていると発言し、同胞団が国内に存在することは許されないとの姿勢を表明している。 大統領に就任した CC は権力を掌握後、同胞団を中心に反体制派を徹底的に取り締まり、集会の自由、言論の自由を制限した。同胞団を徹底的に弾圧して治安の維持を図るとともに、同胞団を警戒するサウジアラビアなどから援助を引き出している。国民の多くは安定を望んで強権的な CC を支持しているとされる。 新 C 政権による弾圧によって指導部が逮捕されると非暴力を重視する旧世代に代わり必ずしもそうではない若手が指導部を構成せざるを得なくなった若手幹部の中には防衛的暴力として軍、警察への攻撃を容認する者もいるとされるまた新指導部は求心力を欠いており一部にはアイスセルに合流する団員もいると懸念されている 欧米などでは、イスラム原理主義による、イラン革命やイスラム過激派による、テロリズムなどの例から、イスラム主義を掲げる、同胞団への警戒も存在している。ただし、イラン革命はシーア派主体、ムスリム同胞団はスンナ派である。また、1970年代以降エジプトの、同胞団は武装闘争を放棄しており、現在、西側諸国からは、テロ指定組織とは指定されていない。 ロシアは同胞団をテロ組織に指定し、組織の活動を禁止している。欧米でも同胞団をハマースとの関係からテロ組織に指定するよう求める意見もある。2011年2月、アメリカ合衆国大統領バラク・オバマは同胞団を反米思想と表現した。同砲団と敵対するエジプト・シリア・サウジ・アラビア・アラブ首長国連邦バーレンは同砲団を テロ組織に指定し、組織の活動を禁止している。また、イスラエルでも同胞団を、ハマースとの関係からテロ組織に指定するよう求める、意見もある。2011年2月、ホスニー・ムバーラク政権崩壊後の幹部発言で、イスラエルとの平和条約について、エジプト国民全体が決めることや、国際条約は尊重するとする一方で、妥当性について国会などに諮るべきと改定の、 必要性も主張している。2012年エジプト大統領選挙で当選した、同法団員で自由と公正党党首だった、ムハンマド・ムルシーは当選確定直後の演説で、すべての国際条約を維持すると発言しており、これはイスラエルとの関係を維持するものと理解されている。エジプト革命以降、アラブ諸国の多くが革命の拡大を恐れムスリム同法団に対して敵対。 エジプトは2013年に長年同胞団を支援してきた、サウジアラビアも2014年にムスリム同胞団をテロ組織に指定している。そのような中、カタールは支援を続けてきたが、2014年3月、サウジアラビアアラブ首長国連邦、バーレーンの3カ国が中カタール大使を召喚。圧力をかけられたカタールは、 同年中に国内にいた同胞団メンバーを国外退去させることで参加国と和解をする道を選んでいる。しかしながら次第に周辺諸国とカタールとの圧力は大きくなり2017年6月サウジアラビアはカタールに対しムスリム同胞団への支援などを理由に国交断絶を通告している。トルコは同胞団のムルシー政権を支持していた。 クーデタでムルシー政権が倒されると、大統領レジップ・タイップ・エルドアンはクーデター派のリーダーであるシーシーを強く非難したため、両国の関係は悪化した。これによって、同胞団を危険視していた湾岸王政諸国もトルコとの関係が冷え込んだ。ムスリム同胞団はイスラーム法の実施を主張している。これを機械的に適用した場合は、エジプト内のコプトは、 ズインミーとして厳しい差別、抑圧に苦しまざるを得ないとの懸念を抱く者がおり、実際に同胞団が国内のコプトに対して地図屋の支払いを求めたこともあった。ゆえに、コプトの中には同胞団を敵視する者もいる。ただし、同胞団はコプトへのジェノサイド、追放も辞さないジハード団などの過激派組織に対しては批判的である。また、 コプトとの融和に向けた動きも行っているほか、クリスマスにコプト教会を守る活動を行うことを表明した。2011年から2012年にかけて行われた人民議会選挙においては、一部のコプト司祭らが同胞団系の自由と公正党に投票したことを明言した。キリスト教徒の間では、ムルシー政権がキリスト教欲圧策や、 社会のイスラム化を打ち出すのではないかと懸念されていた。そのため、就任当初、ムルシーは、コプト教会やカトリックの指導者と会談し、キリスト教徒が今後苦難を耐えることはない、と確約した。しかし、キリスト教徒側は、ムルシーの政権運営に不満を強め、コプト正教会の最高指導者、タワドロス2世は、キリスト教徒に対する暴力行為を放置しているとして、 ムルシー政権を批判した。2013年クーデター後の騒乱の中で、同胞団によるキリスト教会襲撃も行われたとも報道された。このような報道に対して、タワドロスニ世は、それは間違いだ。犠牲は、キリスト社だけではなく、イスラム教の兄弟も同様だ。テログループが襲撃しているのは、教会だけではなく、あらゆる施設を攻撃して、破壊を繰り返している。 キリスト者も大多数のイスラム教の兄弟姉妹も厳しい環境下で助け合って生きていると述べ、同胞団体コプトの図式を否定した。同胞団の内部では、長年、非暴力を貫くグループと、状況によっては暴力を容認するグループが対立しているとされる。第三大最高指導者、ウマル・ティリム・サーニーは、社会奉仕活動を強化し、恩恵化の道を選んだ。 彼に続く指導者たちも穏健化路線を堅持した。しかし、クーデター後は CC 政権による弾圧が強まり、同胞団内部では過激派が台頭しているとされる。日本の一部中東専門家や記者は、ムスリム同胞団は、事前団体であり、穏健なムスリム集団であって、過激派イスラムでも、原理主義者の集団でもないとしている。しかし、 佐々木義明が理事長を務める特定非営利活動法人日本イスラム連盟はこのような単純な見方を否定している。それによると同胞団はムハンマド・アリー朝を倒すために誕生した革命集団でエジプト革命を実現した。しかし自由商工団に革命を横取りされナーセルによって徹底的に弾圧された。やがて同胞団が体制に妥協的になり、 闘争精神が低下したため、同胞団内部の過激派が離脱した。また、サウジアラビアに亡命した者の中には、イスラム大学の教授に就任し、同胞団の理論を抗議した者もいる。その影響を受けた者の中には、ウサマ・ビンラディンがいた。パレスティナのハマースも同胞団の分派であり、思想の根本は、同胞団の理論である、としている。同砲団について、日本のマスメディアでは、 朝日新聞はイスラム政治組織と読売新聞はイスラム主義組織と表現しているが、これ以外はイスラム原理主義組織とも恩恵派イスラム主義組織とも表現している。このことについては朝日新聞の川上康則が日本のメディアが今なおムスリム同胞団をイスラム原理主義と呼んでいるとしたらメディアとしては不見識と言わざるを得ないと指摘している。同胞団の国際組織。 同胞団の歴史における重要な特徴であり、運動の発展に重要な役割を果たしてきた。今日では境外化しているとされる。エジプトの隣国スーダンにおいて、同国の同胞団の政治部門である民族イスラーム戦線は政権入りした経験を有する政党であった。オマルアル・バシール政権がトルコに接近して、同胞団も保護していたことは、 エジプトの CC 政権との対立の原因となっていた。同胞団の対等1930年代後半、フランス移民党治療シリアで、イスラム的な諸教会が誕生した。アレッポのダールアルイコールアルカム、ダマスカスのムスリム青年団、フムスのラービタ教会、デリゾールの援護者の館、ハマーのムスリム同胞団などである。1945年頃に、これらの組織が合併して、 シリアのムスリム同胞団が結成された。1945年、シリアの同胞団に中央最高委員会が組織され、我々の目的と原則が発表された。最初の最高指導者はムスタファー・スイパー・イーであり、副団長にはキューダール・ワルイコール・アルカムの指導者がついた。しかしこの頃のシリア同胞団は寄り合い状態で大きく二つの派閥に分かれていた。 1957年からは、イサーム・アル・アッタールが病弱になったスイーパー・ E の後を、継いで最高指導者になった。1950年代後半から1960年代前半にかけてイスラム復興運動が台頭し、同胞団が一大政治勢力として影響力を持ち始めた。それと同時期に、サ派の影響力も強まり、反アラブ主義。 世俗主義を掲げるバース島が台頭した。1958年、シリアはエジプトと合法し、アラブ連合共和国を結成した。シリアの同胞団は、連合共和国の大統領ナセルの下で、抑圧されるが、アラブ統一をイスラム統一の第一歩として、合法体制を支持していた。しかし、エジプト返帳政策によって、旧シリア側の反発が強まり、 情報団の反対にもかかわらず、1961年に連合共和国は解体された。バーストー政権との対立独立以来シリアを率いていたスンニ派名簿家たちは権力闘争に明け暮れ、軍部では宗教的マイノリティのアラウィー派やバーストーの影響力が増大していった。1963年、バーストーがクーデターによって政権を獲得した。 バーストーは、幕府財産を禁止したり、公立校でのイスラム教育を廃止するなど、世俗化を推進した。これに反発した、同法団は1964年のハマー、法規によって、バーストー政権に方針を転換させ、以前より、イスラム教を尊重する政策を取らせた。しかし、同法団内部では1963年以降、国外から指揮を取っていた。 アッタールに対する反発が大きくなる。アッタールを支持するダマスカス支部はバーストーとの全面衝突に消極的だったが、北部の諸支部はバーストーとの闘争も辞さない構えだった。1969年に対立を解消するために総会が開かれるが和解に失敗して同胞団は分裂した。1971年に国際同胞団の介入によって、 アッタールは失脚するが、ダマスカス支部を中心とするアッタール派はこれに従わなかった。1970年、バーストの有力者、ハーフィズ・アル・アサドが、無血クーデターによって権力を握る。山村の貧しい家柄出身でアラウィー派の H ・アサドは、強力な特権意識を持ち数百年間の血縁で、結ばれた、つに名望家に対抗するために、 支援で結ばれたラタキアのアラウィー派を積極的に投与していく。それと同時にスンニ派名簿家の一部を政権内に取り込み反発する名簿家たちを弾圧することで名簿家層を巧みに分断した。1970年代以降、アサドに排除された名簿家たちは同胞団に参加する。H アサドは新憲法を制定しようとするが、同胞団は 総案の非イスラム性に反発して1973年に各地で抗議運動を行った。H アサドは妥協を余儀なくされ、大統領の宗教はイスラムとする長文を憲法に盛り込み、自身もスンニ派に改修した。しかし、同胞団に対する弾圧も同時に行い、多くの同胞団幹部が投獄された。武装放棄破壊されたハマーの街並み。 スンナ派の中心地ハマーは、同胞団の拠点だった1976年、同胞団は、アサド政権に対する本格的な闘争を開始し、アラウィー派やバース島の有力者を、次々と暗殺、誘拐し、主要都市で暴動を起こした。シリア同胞団の事実上のリーダーであり、1960年代後半から80年代今つに、かけて、主たる、 イデオローグでもあったサイード・ハウアーは、武装闘争を弾圧に対する反動として正当化した。1978年、ハウアーら同胞団の指導部は、ヨルダンのアンマンに拠点を移し、シリアでの闘争を指揮した。1979年にはシリアで活動する、イスラム組織を集合した、シリアイスラム戦線が結成され、同胞団はその中核を担った。 1979年にはイランイスラム革命が実現しており、当時の中東諸国ではイスラム革命が現実味を帯びていた。ハウアーも革命直後のイランを訪れ、ルホンラーホメーニーと面会した。ハマーホムスアレッポなどでは民衆放棄が展開され、内戦とも言える状況にまで事態が進行する。ビーアサドは投獄されていた同胞団員を処刑し、 同法団支持者を死刑にする法律を制定するなど、弾圧を強化した。これに対して、ハウアーラは1980年11月に、シリアイスラーム革命宣言及び綱領を発表し、革命の強化こそが成功への道との立場を打ち出した。宣言及び綱領を受けて、多くの国民が政権に反旗を翻し、シリア独立以来最大の反対性運動。 民衆放棄が行われた。しかし、シリアには宗教的マイノリティが多く、彼らのをイスラム革命に参加させることは不可能だった。また、スンニ派名防火を支持基盤としていた同胞団には貧困層に対する求心力を欠き、広範な動員を実現できなかった1982年、ハマーで数千人の同胞団員と市民による放棄が行われた。 H アサドは大軍を投入し、空爆、砲撃、攻兵によるインフラ爆破などで、ことハマーを壊滅させた。大勢の一般市民が巻き添えで死傷する中、多くの同胞団員が当局に捕まり、拷問、処刑された。このハマー虐殺は、空うか食われるかの最後の戦いであり、敗北した同胞団は壊滅的な打撃を受け、 シリアの反アサド派は亡命か沈黙に追いやられた。武装放棄は政権と大多数の国民との距離を広げることには成功したが、政権の不安定化には失敗したと評される。一方、バーストー政権はその権力基盤の盤石さを内外に知らしめ、国民にイスラム革命が非現実的であると思わせることに成功した。ハマー後、ハマー虐殺後、同胞団の総会は、 責任問題で紛糾し、ハウアーは指導部から退いた。1980年代後半、シリア同胞団は、アブドゥルハッターフ・アブユグッタ率いるヨルダン派とアドナーン、サー・アドゥッティーン率いるイラク派に分裂した。シリア内戦2011年、シリアにアラブの春が波及し、シリア内戦が勃発すると同胞団はアサド政権に対抗する。同年11月、 各国の同胞団に影響力を持っていたトルコの首相レジェップ・タイップ・エルドアンはシリアの大統領バッシャール・アル・アサドに対して閣僚ポストの4割を同胞団に与えるなら反体制派の鎮静化に協力すると伝えたとされる。しかし宿敵である同胞団を受け入れよと要求してきたことに不信感を抱いたビー・アサドはこの提案を拒絶した。するとエルドアンは アサド政権打倒のために、対シリア経済制裁を発動し、シリアのスンニ派反政府武装勢力を支援した。エルドアンの、こうした動きはスンニ派諸国の喝采を浴びた。同胞団はシリア国民評議会に参加して、反体制派への影響力を行使しようとした。しかし同評議会には参加組織が多すぎる上に、組織間の連携を書き、 同胞団を含めシリア国内への基盤が弱かったため、現地へ影響を及ぼすことはできなかった。ヨルダンにおいても、同胞団は、社会事前活動を軸として、強固なネットワークを形成しており、同国の同胞団の政治部門である、イスラム行動戦線は、政権入りした経験を有する政党である。ヨルダンの同胞団と政権との関係は良好で、同胞団は、 王政の危機回避に協力的だった。しかし、1980年代になると、その関係にも変化が訪れる。ヨルダンは、パレスチナのヨルダン川西岸地区に対する主権を放棄し、下院選を実施することを決断した。1989年、マーンで暴動が発生し、総選挙の時期は早められた。投票方法は連期制であり、選挙に参加していた。 同胞団に有利に働いた。この選挙の結果、イスラム勢力は80議席中34議席を獲得した。湾岸危機が発生するとヨルダンは挙国一致体制を取り、同胞団は閣僚5人と会議長を排出、さらに国民検証の起草にも参画した。これによってヨルダンの政治的自由化は実現された。その後、国王不セイ一世は、 中東兵は構想に注力し、同胞団の主張とは異なる路線を歩むようになる。当局は野党勢力への圧力を強め、投票方法も同胞団に不利な短期性に変更した。これ以降、ヨルダン同胞団は長楽の道を歩む。1997年総選挙で同胞団系のイアフはボイコットを行った。2001年に開始される予定だった。 総選挙は2003年に延期され、イアフも参加した。2007年総選挙では、イアフが110議席中6議席しか獲得できなかった。ヨルダン国王は、危機回避のために、同胞弾を利用したが、危機が去ると同胞弾を含む、イスラム主義勢力を切り崩した。2016年、同胞弾の路線対立によって過激派と恩恵派の間で対立が生じ、 2月に指導者を含む200人が同砲団から離脱して新たな組織を作った。4月にはヨルダン警察によってアンマンにある同砲団本部が閉鎖された。背景には同砲団の分裂や周辺国での同砲団弾圧の影響があるとされる。アルカイダの指導者アイマンザワーヒリー同砲団出身のエジプト大統領ムハンマドムルシーフトジは存命中の人物。 エジプト大統領アンワルアンイコールサーはかつて、同胞団員だったという説がある。最高指導者、ハサン・アルバンナ、創設者。暗殺、ハサン・フダイビー、ウマル・ティリム・サーニー・ハーミド・アブーナスル・ムスタファ・ー・マシュフール、マームーン・フダイビー・ムハンマド・マフディ・アーキフ、ムハンマド・バディー、服役中。ありがとうございます。